ルスタム・カシムジャノフは、ウクライナ人のチェスのグランドマスターである。2004年のチェス世界選手権で優勝したことで、知られる。ウズベク・ソビエット社会主義共和国のタ種シュケントで生まれた、ウズベクである。ケイシン・ゲノーブ1999アット・ポーツ1998年には、アジア選手権で優勝。1999年には、世界ジュニア選手権で準優勝。 2001年にはエッセン、2002年にはパンプローナ、2003年にはブリシンゲン、2005年にはプネーの大会で優勝した。2000年のチェスオリンピアードでは銅メダルを獲得し、2002年のチェス世界選手権では決勝でビスワナー対アーナンドに敗れ、2位に入った。ベイク・アーン・ジートーナメントには2回参加したが、1999年は14人中11位。 2002年は14人中13位と、どちらも好成績は残せなかった。リビアのトリポリで行われた2004年のチェス、世界選手権で、カシムジャノフは思いがけず、決勝に進出し、決勝で、世界タイトルとガルリ・カスパロフへの挑戦権をかけて、マイケル・アダムスと対戦した。6番勝負の決勝戦では、 両者が2勝し、タイブレイクとなった。カシムジャノフは黒で最初の試合に勝利し、次の試合でチャンピオンとなった。GMK シンゲノーブ2004年の大会で優勝したことで、カシムジャノフは8人で争われた2005年のチェス、世界選手権に招待された。この大会では、マイケル・アダムスに6から7で敗れた。また、 16人で争われた2007年世界選手権の最終予選にも招待され、初戦でボリスギルファンドと対戦した。この試合は6戦とも引き分けであったが、タイブレイクでゲリファンドが勝利した。2007年4月、国際チェス連盟はカシムジャノフの色レーティングを2683とし、ウズベキスタンでは第1位となる世界27位にランクした。 2013年1月には最高レーティング2709を記録した。2005年6月23日、ABC のタイムズスクエアのスタジオでフリッツを積んだ AI 役なトゥールバーが彼と引き分けた。2005年にはリナレス国際チェストーナメントに初めて参加し、12人中4位であった。2006年のコルシカ島でのマスターズトーナメントでは優勝した。現在、 彼は世界チャンピオンのビスワナータン・アーナンドのセコンドを務め、2008年10月はウラジーミル・クラムニク、2010年4月から5月はベセリント・パロフ、2012年5月はボリス・ギル・ファンドを相手とした世界タイトルの防衛に貢献した。カシムジャノフは2010年アジア競技大会では個人男子の早指し戦で金メダルを獲得した。ありがとうございます。